どうも、こんばんは。ピヌさんです。リングの続きやっていきます。戻し作業をしまして、今、ショットガンを手に持ちました。で、ここで敵が来るんで、ショットガンって一発で、二発か。二発で死にますね。で、この先の敵も倒しておきましょう。さっきここで死にましたからね。あ、一発だ。あ、違う。待って。外した。オッケー。よし。こっからだ。ハンドガンが今、ちょっと弾がなくなってきたんで、ショットガンメインで、行きましょう。で、セーブをまず見つけておきたい。あれ、誰かいる。なんだ、脅かすなよ。ごめんなさい、そんなつもりじゃなかったんだけど。それより何をポケットしてるんだ。手伝ってくれ。手伝い、私にできることなら、できることなら構わないけど。できるもできないも関係ない、間に合わなければ死ぬだけなんだ。間に合わなければ死ぬ？一体どういうことなの？ガスの噴出があと10分で始まるんだ。マジで言ってんの？電源を復旧させないと噴出は止められない。持ってあと15分。なんとかしないとウイルス以前に全滅しちまう。ガスの噴出？なんでそんなことが？奴らを一掃するための作戦だったが、突然でかい猿が現れて送電室の電源キーを持って逃げたらしい。でかい猿を見つけてキーを、そっか。もし知っててやった行動なら、連中もかなり頭がいいってことになる。まったく呆れるわね。敵を倒すガスで自分たちが死ぬなんて。じゃあ鍵を持ったでかい猿を見つけて送電室の電力を復旧させればいいのね。随分冷静だな。まったく大したもんだよ。ともかくそういうわけだ。急いで猿を探して、電力の復旧をするんだ。何度も言うようだが、持って15分だぞ。まあダメだったら戻し作業だな。それと、電源復旧のコードは1951だ。はい、1951ね。わかったわ。電源キーを回して1951ね。まったく随分こき使われるゲームなのね。そうだね。何か言ったか？いいえ、何も。死にたくないなら15分以内に猿を探すわ。あなたも探すんでしょ？当然だろ。とにかく頼んだぞ。まあ問題は食堂の方に行くのか、玄関ロビーの方に行くのか、なんだよな。そこでだいぶ変わってくるよね。やばい。右上に、時間が。あ、ロード画面含めてですか。マジで言ってんの、それ。この、おっと。ちょっともう、いきなりかよ。あ、死んだ。あ、死んでない。ちょっともう。よし。2発だな。ああ、これは、なるほどね。敵いるでしょ、多分。あ、どうしよう。ここも探しておくか、一応念のため。セーブできるんだったら、残り14分の段階でセーブ入れてもいいかもしれない。セーブある。ある。セーブあるな。オッケー。うん。セーブ入れておきましょう、念のため。復旧できなかったら、まあ、この14分で足りなかったら、1個前のセーブからやり直して、直前にこの部屋入って、セーブしておけば、オッケーですね。大変だな。よし。あとは、なんかアイテムが落ちてれば、なしか。かー、ないわ。待って、アイテム探そう。ないね、多分。これセーブ部屋だな。マップ？違うね。
ないね。多分トイレってことはないから、トイレはちょっと飛ばしますけど、あとこの部屋開くか。開かない。でも音がするな。あ、ちょっと待って待って。開かない。じゃあキッチンかな？いるない。いるわ。待って待って、リロードが。ちょっと。待って、すげえ食らったろ、今。バット。そうな、ここはでもあれだね、ショットガンで切り抜ける感じだな。ショットガンの弾の方が余裕あるからね。多分ここにいるんじゃないかな。あ、小さいのはいる。あ、来た。待って、照準合わせて。よし。ん？待って待って。これはハンドガンの弾かな？アイテムボックス、ハンドガンの弾。よし。もう一体いるな。いた。死んだ？オッケー。あとないね。時間あるとちょっと焦るなぁ、なんか。厨房開かない。ここはハンドガンの弾だけか。これメニュー中は大丈夫でしょ。今11分15秒で止まってましたけど、そうすると厨房か、厨房の奥の部屋か。まあ、奥の部屋かな。広いからね。奥の部屋でマンホール入ってかな。よし。回復アイテム欲しいかな。あれ？いやー、待って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 。びっくりしたわ、今。厨房は？開かない。で、この横、あ、待って、ハンドガンの弾が落ちてますね。ここは開く。これ多分ね、セーブがあるんじゃないかな。警備員室か。あ、待って待って、懐中。あ、これ戻れるかもしれないぞ、もしかしたら。ん？な、お、待って待って、後ろ後ろ。セーブはないわ、でも。うわっ、ちょっと、おい。びっくりしたなぁ、もう。開かない？え、何にもないの？小型電池しかなかったの？残り10分。回復が欲しいなぁ。あ、待って待って。懐中電灯の電気が消えたんで。はい。
な、でも一応消してか。ここ開かなかったらちょっとわかんないな。開かない？こういうのって、これで開くんかな？開かない。ってことは、非常階段使って、2階？1階じゃないんだ。あ、違う、これ電源室だ。この部屋が送電室ね。まあまあまあ、そうなんだけど。あと見てないのトイレなんだけど、トイレにいるわけがないと俺は思ってるんで、まあ無視します。ここか。あ、2階に行って、2階から回って、じゃないのかな。これで2階の扉が開かなかったら、どうしよう。開かない。開かないか。屋上も開かない。でも回復アイテムある。え、ちょっと待って、1階で、え、トイレ？とりあえず、じゃあ。いやー、トイレってことないと思うけどなー。トイレ行くしか、だって開いてないもんな。ちょっと焦ってきた。ごめん、焦ってきた、マジで。どうしよう、助けて。誰か助けて。焦ってきた。ああ、もう。リロードしてか。そうだね。イエス。お、ハンドガンの弾。ごめん、ショットガンだった。待って、こいつのところにも小型電池かな。小型電池。で、もう一体ぐらいいそうなんだよな。なし。なしかな。やっぱトイレじゃないと思うんだよ。でも行くところもうないな。あ。これはトイレの可能性出てきましたね。あれ？あ、違うの。ショットガンじゃないの。嘘。ちょっと待って。どこだろう、あと。あと行けるところないぞ？だって。いや、そうだな。ないな、行けるところが。ここまで来て積むんか。開かない。これもダメでしょ？仲間がいるところでヒントもらえないかな。一応調べておこう。開かない。ん？小アダプター電池かな？
ないな。厨房とかのでかい部屋気になるんだけど。あと男子トイレはなんか違うっぽい話だったし、開かない。開かない。開かないなぁ。これちょっと、やばい気がするなぁ。時間足りないような気がする。敵が復活しとる。敵が復活してるってことは開かない。待って、マップでハシゴとかマンホール探しか。ここじゃないんだよな。隣の部屋なんだよな。隣の部屋、厨房。ちょっとわかんないなぁ。これはでも違うね。シミだ、シミ。あれ、ちょっと待って、わからんな。あと行ってないところってどこなんだろう。まあいいか。男子トイレショットガンで撃ってみて開くかどうかよな。もしか送電室の地下のカメラのところで何かするとか。この武器ではダメ。ダメか。送電室。ここをね。これダメっぽいな、なんか。わかんない。残り2分40秒。開かないもんな。警備員室で電話してみるとか。ないな。結果積んだ。多分これも電気でしょ。あとは地下
地下に一回回って、もう時間がないんで、可能性の、次につなげる可能性のために、地下に回って、地下の反対側、反対側から行けるかなっていうのを。あれ、なんか地下音楽変わってる気がするな。あ、地下っぽいな、なんか。地下だったか、正解。開かないわね。違うね。残り1分だから音楽変わったんかな。いや、でも音するな。まあ、ゲームオーバーだけど、ちょっと待って。地下の、ああ、地下かな。地下のどっかの部屋にいんのかな。マイクロ、あ、スコープ部屋とか、こことか怪しいんだけど、あ、ダメだ。まあ一応開いたけど。あー。なるほどね。そうか。地下はもしかしたら可能性あるかもしれない。うん。ちょっと戻し作業とかしないといけないから。そうだな。でもこの感じだと、そうね。あの、一番奥の事務室に行って残り15分になる前に他の部屋開けて、回収できるもの回収してから行けばいいから、ちょっと戻し作業とかしてみます。はい、ということで制限時間が出る前にですね、さっき回ったところでアイテム回収などしてきました。で、制限時間出してから、多分地下かなって思うんで、地下の探索しようかなと思います。はい、1951ね。はいよー。アイテムじゃないな、敵がさ、なんか倒してもなんか一定期間で復活してる場合があったんで、すげえ嫌だなって思ってます。あと屋上の回復アイテムはまだ取ってません。もしかしたら今後屋上に行くときに必要になるのかなって思ったんで、あえて残しましたね。ただその代わり回復系のアイテム1個も持ってない状態で臨むので、まあ敵が強かったら嫌だなって思ってますが、リロードは大丈夫ですね。 OK です。で、まあどこに向かうかってところか。そうだそうだ、どこに向かうかっていうのは、まあイベントが発生しなかった場所とかなんで、まあこの辺のこの先のですね、何箇所かの部屋を見て回ろうかなと思ってます。よし、今ノーマルですね。ヘルスがノーマルなんで、多分地下だと思うんだよな。なんか音楽が違うというか、ガンガン音がするというか。
さっきここでね、時間切れでしたもんね。いるわ。ああ、一発でしたね。どうしよう、撃っていいかな。あ、当たった。猿っつうかもうゴリラですね。やばい、死ぬ。ああ、倒した。ああ、鍵浮いた。ああ、でも死にそうだ。ああ、でも鍵浮いた。よかった。パッと。しょうがない。まあ、なんとか切り抜けて現地世界戻ったら、回復しててくれるといいな。ああ、あった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 。こいつが鍵を持っていった猿、いたずらにも程があるわね。とにかく鍵はこれね、急いで送電室に戻らないとまずいわね、と。あとは、敵いなくなったか。あ、そうだ。小型電池で。まあ、さっきと比べるとだいぶ、なんだろう、気持ちに余裕があるんで。いいね。オッケー、大丈夫だ。ちょっと上に戻ってからセーブしてきてもいいかなぐらいの余裕はあるね。時間的には。あとは変な敵に見つかんなければ。いるわ。そうなんだよな。雑魚敵復活させてもな、出てくるからな。あれが怖いわ。どうしよう。回復アイテム取り行っちゃおうかな、念のため。いやーでも残してた方がいいような気すんだよな。いや、もう非常電源行っちゃいましょう。で、非常電源立ち上げたら各部屋を電気つけて回ればいいわけでしょ。あ、この部屋が送電室ね。そうです。あ、そうそう。これ謎のカメラですけどね。謎のカメラ位置ですけどね。お、回った。あ、でもメインもあるんだ。メインを回復しないとダメか。お、研究所内の電源が復旧された。電源は入ったけど、これで大丈夫かしら。うぅ誰かいる。びっくりした。この音大丈夫そうに、これで助かりそうだわ。それにしても私もだんだんゲームに馴染んできてるわね。バカバカしい話だけど。誰？女の子。消えた。いたね、女の子ね。なんだのあの子は嫌な感じね。まあいいわ。でも電源が復旧したってことは、多分あのカプセルで戻れそうね。とりあえず行ってみるか。あのカプセル？あのカプセルってなんだ？なんだ？どこにあったカプセル？カプセルの話なんか。ああ、思い出した。あれだ。地下の一番最初か。ああ、そうそう。こうやってさ、電気復旧させて帰ろうよ。でも電気復旧させても敵は残ってんのか。な？多分そうかな。敵残ってんのかな。そうすると闇雲に電気復旧させない方がいいのかな。あ、ここはないね。いやー、なんかボス級いて殺されたら一番嫌だな。でも音楽はまた普通に戻ってますね。いるー、敵いる。これもう逃げます。ちょっと回復アイテムないんで。
で、この先の、ちょっと一応確認しておきましょう。この先突っ切ったところですね。ここの扉のところにも、敵多分いるんで、見つかったらちょっと嫌だな。いない？オッケー？いない？いないね。電源復旧しよう。あ、電源なかった。あれ？これは？この横のやつは？なんでもないか。ここだ。これで、登れ？あ、登ったね。で、カプセルでしょ？なるほど。よし、これで、OK か。あれ、カプセル壊れてないか？大丈夫か？電源が入ったせいでちゃんと動くわ。でも大丈夫かしら。ちょっと不安になるけど、パソコンの中にデータとして取り込まれたまま現実から消えるなんて SF にもならないけど、頼むからちゃんと戻してよね。電源復旧したのはなんかすごい気持ちが安心するな。ああ、戻ってきた。よしよしよし。事務室戻れたみたいね。ひどい頭痛がするけど、だんだんゲームに染まっていくわね。まったく最悪だわ。最悪だね。今、体調は？こっちはファインか。こっちはファインだろうな。で、まあ、食堂に戻ってクリスとかと合流すると思うんだけど、今日はもう事務室2に行ってセーブして終わりにしよう。一応なんかイベントがあるかもしれないから、イベントがあったら、まあ、動画に追加するっていう感じだね。いやー。開かないセーブできないんだ。マジか。食堂行こう。ちょっと今日長くなるかも。あ、いますね。クリスと誰でしたっけ？キャシーね。あ、来たわ。ちょっとメグ、ずいぶん遅かったじゃない。早速彼氏から電話？ごめんなさい、待たせちゃったわね。でも電話は違うわよ。ねえ、クリス。そうね、電話は女性からよ。本当に？それにしちゃずいぶん時間かかってるじゃない。それよりキャシー、話の続きだけど。え、ああ、地下の話ね。大丈夫よ、悪いことしてるわけじゃないんだから。でも、こんないい加減な噂話が所長の耳に入ったら何言われるかわからないわよ。え、地下って何？この研究所って地下もあるの？メグも興味あるでしょ？そうなのよ、ここの地下って怖いらしいのよ。キャシー。まあまあ。で、ここの地下ってウイルスに侵された患者を入院させてるっていうのよ。ああ、まあ確かに。ベッドあったもんな。ウイルスに侵された患者？それって人体実験に近いんじゃないの？ねえ、メグもそう思うでしょ？だから所長たちは隠してるのよ。レベル2のカードがないと入れなかったり、聞いても知らないって怒られるし。その噂話はどこから出たの？私もよく知らないんだけど、私が入所する前、警備員が変な8ミリを見たらしいのよ。そうしたら日が経つにつれ様子がおかしくなって、しばらくしたら突然いなくなったらしいのよ。ちょっと待ってよ、ウイルスに侵された患者の話は？いいから聞きなさいよ。
その職員がおかしくなり始めて採血とか体を調べたら変なウイルスが発見されたんだって。その直後警備員は姿を消して数日後退職したって話があるらしいのよ。8ミリとウイルスは関係ないでしょ、なんでそんな妙な話がと思うでしょ。でもそれから変な噂が流れたのよ。なんでも日本でビデオからウイルスが発生した事件が半年くらい前にあったって。ウイルスの名前はリング。おー、女の子だ。ちょっとメグ、聞いてるの？え、あー、ごめんなさい。私たちもそんな噂はまるで信じてなかったんだけど。だけど？だけど何よ。ロバートが地下を調べに行ったっていうのよ。冗談でしょ。だからこの話はやめた方が良かったのに。ごめん、ただやっぱり気になるじゃない。ふふふ。ん？ふふふ、待ってるわ。地下でね。ん？まあこの話は忘れてね。ごめんなさいね、メグ。原因がわからないから噂になるんだけど、ともかくいい加減な話だから気にしちゃダメよ。ん？あ、これで自由に動けるのか。あとどうすかね。まあ多分地下に行くんだろうけど、今日はもう長くなってるんで、ちょっとセーブできるところに行きたいかな。でも地下に行くのかな、いずれ。いずれは行くか。それはいずれは行くよ。もう行けんのかな。あ、行けるわ。開く開く。こっから地下に行けるのね。ロバート絶対に原因は発揮させるわ。でもセーブがしたいんよ、ひとまず。地下に行くのはまあ次回に回すんで、ここは空いてくれると助かる。あ、助かる。うん。で、こっちって開くのかな。開くな。あ、開くか。そもそも開くか。ちょっと位置関係勘違いしてた。これで、一応メグのラボに戻ってきたんで、まあ次回は地下の探索でしょうね。はい、もうセーブして終わりにします。じゃあ今日はこの辺で終わりとしましょう。ご視聴ありがとうございました。